どうも、声聞こえますか？声聞こえる？あれ？音がおかしいな。あれ？なんだろう。テイス、テイス、テイス。なんだろう。変だな。これくらいかな？これくらいで音ちょうどいい？聞こえる？なんかおかしいな。花火ありがとう。花火ありがとう。どういうことだろう。立派なリスナーだなって。ねえ、少しなんか小さい気もしなくもないよね。なんだろう。フィルターじゃなくて。なんだろうな。プロパティ、ライン。合ってるな。なんかおかしいな。少しだけね、小さいような気はしなくもないけど。まあ問題ないかな。OK かな。声がでかい？これくらい？これくらいかな。なんか今日ちょっと変だね。はい、おはようございます。ワードツです。今日はね、2018年6月の7日です。時間は15時40分です。よろしくお願いします。いやー、バタバタだね。24時間ぐっすり寝たよ。めちゃめちゃ寝れた。おかげさまで。今日7日か。昨日丸1日寝てたんだよね、俺。声は今まで通り？声は今まで通り。何が小さいんだろう。寝てましたよ。ぐっすり寝てました。疲れが全然抜けないんだよね。バタバタだよ、バタバタ。はい、メアリーラブ、こんにちは。はい、ワード2、椎名さんいらっしゃい。おはよう。
よし、ニッポをつけ終わった。 T シャツのね、デザイン来たよ。見せようか。一応ラフなんだけど、来た来た。はい、たくみさんはだつ。 T シャツのデザインは、ちょっと待ってね、これか。こんな感じ。こんな感じになると思うよ。これが背面、背面で、これが表面。悪くないんじゃないかな。かっこいいよね。これが後ろ。ありだと思うけど。早くね、物見てみたいよね。捨て頃に発売します。あれね、赤色空間入れなかった。入れたらね、デザイン崩れちゃうから。のんちゃんの絵がいいから、俺の下手なデザインの文字入れるよりもいいなと思って入れなかったんだ、キサラさん。はい、ワドツ、ケンタメンいらっしゃい。アイテムありがとう。サンキュー。バガー2つありがとう。ともさんはどつ、いらっしゃい。ダンカン塾のパトさん、パトラッシュさん。あれすごかったよ。あのもう公開してるから言えるんだけど、パトラッシュさんの書類すごくて、みんなねペライチなのよ。 A4 の紙に
こういう A4 のシートにそのこういう状態なのね、卵味噌とか。要は文章少ないのよ。だけどパトラッシュさんすごくて、ブワーって4枚ぐらいあんの文字がみんな面食らってたよ。で、内容何かっていうと、うつ病をどうやって治すのか、お茶がどういう風にいいのかとか、そういう話だった。難関塾で紹介されてない人誰？全員紹介されてるけど。いや、されてるよ。うん、されてるされてる。そうそう、甘酒とか粉茶とか、パニック障害をいかに治すのかとかがプロフィール欄にブワーって載ってて、すげえなこの人と思って。エイメンはエントリーしてない。エイメンと荒野はエントリーしてない。だから冒頭に出てるけど、あのスタッフさんから参加表明したらエントリーシートっていうのを送ってるのよ。あのプロフィールとか書くやつ、あれを送ってこなかったの、エイメンとかが。だからエントリーをしてない簡単に言うと、うん、だから本人が辞退してる。うん、もんちゃんは入ってるよ。エントリーしてるしてる、文字書いてる。ダンカンさん口パカーンなってたじゃんいや、まさかのパトラッシュさんが一番優勝候補っていう。一番美味しいのパトさんだったよね前回。どうだった、ダンカン食面白かった？意外な人が落とされる。いや、意外な人も何もなくて、普通にダンカンさんとスタッフさんとかでミーティング、ある北郷さんとかでその場で決めた人が受かってるっていうだけ。全然違うでしょ、雑談力っていうか、そう、喋りのレベルが全然違うよね、冷静に客観的に見ると。だから配信者が面白い面白いって言ってんのってさ、見慣れてるからの面白さじゃん、うちわノリというかさ。だけど全く何も知らない人がポカンって見た時に、やっぱりなんつうんだろう、話術を持ってる人は面白いよね。なんかそのうちわノリを一切やらないじゃん。だってさ、プロフィールパッて渡して、それをさ、ああいう風にさばけるってすごくない？なんか俺全く何も知らない人のプロフィール欄を見せられて、あそこまで喋ろって言われたら結構きついと思うもん。下調べ一切ない状態でのぶっつけ本番であれだよ、すごいよね。なんかエイメンなんでプロフィール書いてこなかったんだろうね。一番やる気あると思ってたからびっくりしたんだよね。すげえ意外だったわ。選考結果はね、多分なんだけど明日発表じゃないかな。明日もう一個動画がアップロードされる。おつぱとみんなやっぱおつぱとって言うようになったね。さっきも一個あったよ、おつぱとパトさんが今熱いん、うん、おはにゃございますを上回ってきたんだよおつぱと。卵味噌ボロカス言ってやったわ。いや、そりゃそうでしょ、俺ニコ生時代からアンチ活動やってたって言ってたんだもん。ここしかないよね。いや、俺ね前から言ってたんだけど、ドルさんに多分なんだけど、あのパトさんライバルになるよって言ってたの俺。でパトさんがいつ覚醒するのかっていうのを待ってるんだけど、うん、パトさんね結構ねドルさんを脅かす存在になると思うよ。いやー、だって面白かったもん。
プロフィール欄送られてきた時もスタッフさんとか大爆笑してたもん。だこの写真なんだよっていう話になって、ちょっと見てみるか。だってさ、プロフィールページこうやってさあるじゃん。こうやってみんなこうやって送ってくんのよ。まあそれっぽいじゃん、それっぽいんだけど、あれこれじゃないか、こっちの方じゃなくてこっちの方か。これだよ、プロフィール欄にこの写真送ってくるんだよ。すごくない上半身裸のさ、意味もわからなければさ、すげえつぶらな瞳なの。こんな笑うでしょ、誰これってなるでしょ。やっぱね、俺思ったんだけど、写真送ってこない人とかもいっぱいいたのよ。でプロフィールしっかりしてないとやっぱダメだよ、こういう時。だってさ、写真がなかったら初対面の人にどうやっていじってもらうんだよ。そうそう、ダンカンさんが「え、外人の方ですか？」っつってもう完全に外国の人扱いだったもんね最初。そう、外国の方ですかっつって、いや日本人ですっつって。あのね、要はね、あの、なんだろう、企画でそのなんつうんだろうな、なんか雑すぎるんだよ。写真がない人は落選とかそういうことは言ってないよあのネタバレはしたくないから。ただ俺はそのやっぱり一スタッフとして客観的に見た時に、写真が載ってないのダメじゃない？なんか履歴書に写真載せないのと同じ行為だから、それってやっぱりどういじっていいか分かんないよね、その動画見たけど、メインがダンカンさんなの分かるけど、和道さんの解説の声が聞き取りにくかった。あ、あのね、わざと抑えてますね。要は俺はあの番組のメインの演者の方じゃないんで、ガヤの人間なんで、多分ね、そう調整をかけてる、うん、要はわざとわざと。パトさんとダンカンさん意外と噛み合いそうだよね、なんとなくね。なんかケミストリーが起きそうな人が出てきたよね。なんかね、あ、この人いじられるんだとか、あ、この人いじられないんだとか、なんかね、ドレさんがあんまり受け良くなかったのがちょっと面白かったね俺的にはドレさんがスルー的な扱いだったのがちょっと面白かったね、うん、あんまりこうさらっと次って感じだったから、そこは挽回してほしいよね本番で。やっぱり会ってみないと分かんないっていうのはあるから。意外だったね、サダのいじりも面白かったよね。だプロフィール欄見て、ああ、190センチあるんだ、どこまで伸ばせるかなって言ったからね、一言目で俺その発想なかったから。あ、黒子に徹してる。っていうか、むしろ映像も使わないでくださいってお願いしたぐらいの。声だけでいいですよって言ったら、あの、スタッフさんが気を使ってくれて、いや、もうさすがにここまでやってもらってて、あの、全く、その、名前載せないのは配信者としてあれなんでって、少しちょっとやっぱ使わせてくださいって言ってもらえたの、逆に。俺、いらないって言ったの。俺の映像。声だけでいいって言ったの。そう。だから、あの、気使ってくれたんだよ、スタッフさんが。あの、配信に詳しい人ってテロップ入れてくれたりとか。あれ、だから編集でバッサリカットできるじゃん。そう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 。だから俺は映像いらないと思って、今回。うん。AP さんいらっしゃい。もう、黒子に徹しますよ。お疲れ、アイテムありがとう。みんなトゥクトゥクにダンカンが乗ってる、ありそうっすよね。いや、ワンチャントゥクトゥクにダンカンさん乗ってる絵とか浮かびますよね、マジな話すると。いや、俺ネタじゃなくて、あるの、ワンチャンあるんじゃねえかなとか思いますもん。池上さんが電話出ないのは池上らしいなと思ったよ。すげえさ、ダンカンさんが電話かけようよって言って食いついてる中、
全く、なんて言うの ね、あれはちょっと笑ったよね、さすがに。トゥクトゥク壊されるかもしれないね、本当にね。いや、それあると思う。全然あり得るよね。池上さん、あそこで電話出て、出たら美味しかったのに出ないんだよな。不思議なキャラだよな、本当に。出ればいいのにね。まあまあ、それも含めてね、あれだから。トムソーヤとつくやつは大体つまらないっていうのはちょっと面白かったよね。いる知り合いにトムソーヤってついてる人いるのって言ってたから、うん、でもなんかさ、みんなが思ってたよりもさ、こう配信とそのテレビタレントさんの組み合わせって意外と楽しめたでしょ。どうだった？思ってた感じにはよりもなんか好評な、好評つうか、俺はなんか予想してた通りやっぱ面白くなりそうだなっていうワクワク感が増したんだけど、そうでもなかった？面白くなかった。どうだった？これなんか意外と噛み合いそうな気はするけどね。いい感じだよね。なんかね、生主で力持ってる人がこうプロの芸人さんに認められたらいいなっていう風に俺は思ってるんだよね。あのいい感じになればいいなと思ってて、面白い人いっぱいいるからね、配信者に。でもね、嬉しいね、みんな見てくれたんだね。
実際あってそうっすね、化学反応が起こるのか、それともやっぱりただの素人だったのかっていう、むしろ配信者がなんか挑戦をするイメージなんですよ、僕としては。すげえ、もう2800再生いってるよ。2日ぐらいだよね、まだ。もう2800再、配信やってる。すごいね。早っ。前回が4000再生、1ヶ月前のが4000再生だから、結構いいペースだね。これ下手したら5万再生ぐらいいくかもね、1年後とかに。なんかじわ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 来そうだな。チャンネル登録数も増えてるね、弾丸塾。いいじゃん、いいじゃん。これがね、多分ね、本番どれくらい伸びるのかっていうのが楽しみなところなんだけど。これかっこいいよね、これ。本番はね、まだ日付は発表されてない。おそらくなんだけど、月末か来月の頭か。本番っていうのもね、ちょっと語弊がある言い方なんだけど、まだ予選ね。書類審査、その後に、面接で無茶ぶりがあっての、最終的に5人選ばれて5人っていう、もう本番は本番だよ。25名ですね。42人から25名に絞ります、今回。で、その25人の中から勝ち上がるのは5人。で、5人は弾丸塾生として、もう正式に言えます。弾丸塾の塾生ですって。正式にもう、言える立場になる、本人が。な、簡単に言うと、この25人の中から誰がトップ5を選ぶっていう予選が始まる感じ、これから。もう本番は本番なんだよ。始まってるって感じだね。だから段階を踏んでる。その5人が誰になるのかだよな。俺はまあ誰が選ばれても、ダンカンさんに誰がダンカンさんにはまるのかっていうのが楽しみだね。まさかパトラッシュさんの まさかパトラッシュさんが塾生になるかもしれない。大穴。みんな誰がはまると思ってるの？ダンカンさんとはまりそうなキャラクターっている？俺ね、ワン太郎とか小島グランプリとかあると思うよ。なんか、ワン太郎っていじられキャラなんだよ。で、あいつピンの放送だから受けないっていう問題点があるから、その、いじってくれる人がいたら爆発すると思ってんの、前から。な、ワン太郎俺あると思ってる。ワンチャン。小島グランプリもいじられキャラだからワンチャンあると思ってる。意外と大手が選ばれないんじゃないかっていう。どちらかっていうと、大手さんっていじる方の面白さじゃん。でもどうなんだろうな。みどりさんとかいじられてなんぼなところ、いじられても面白いかんな。いじられる力勝負だよね。誰が受かるんだろう。ドレとパト、ドレさん VS パトさんとか面白いよね。ドレさん、パトさん面白いね。はい、ワード2。負けるいらっしゃい。どうなるかね。柏木とかね。風船ガムありがとう。
柏木とかも来そうだよね。ドレスさん、いや俺ね、ドレスさんミーハーなところあるから、あ、2人でコンビ組んじゃいなよとかもダンカンとパトさんのコンビとか面白いもんね、絶対ね、ありうるな。全然どうなるんだろう。ドレスさんがね、いじられキャラとして覚醒、いじるキャラだと本人思ってるからな。ドレスさんいじりづらいっていうのもあんじゃないの。二人とも精神病っていうか、まあ全員精神病だからね全員精神病だから、まともなやつが一人もいない。だから面白いんだよ。だからなんか配信者面白いじゃんってなってもらいたいね、そう、一般の人にも、配信界隈だけじゃなくて、その YouTube 見てる普通の人にも、え、配信者って面白くないってなったら俺は勝ちだと思ってる。それこそさ、ほら配信者で YouTube のチャンネル伸びてる人今回少ないじゃん。だからこれをきっかけに YouTuber になるとか選択肢もありだと思うし、小島は俺向いてるっつうか、今まで評価が低すぎると思ってて、ペラが回んないんだよ小島って。小島体張らせるとかいじられたら抜群に面白いよ。ただまあ恵まれなかったよね、ツッコミ役がいないと、あのボケが強すぎて成立はしないんだよ。もうリスナーさんが引いちゃうぐらいやるから。だから合ってる企画だとは思うけどね、小島グランプリなんか。あ、大手が面白いのはね、もちろんだけど。いやでも先にやってんのは小島グランプリじゃん。だし七原くん別に今回エントリーしてないから関係ないでしょ。小島と荒野の会話面白かったんだ。小島ね、コラボ増やせばいいのに。だから客観的に見えないんだよね、多分本人が面白いところっつうか、本人のこういいところみたいなのって。俺もそうなんだけど、意外とね見つけるの難しいんだよね。他人は分かるんだけど、客観視するって難しいよね。でもなんか七原くんなんかおかしいね、やっぱりもったいないなと思うよ。なんかなんか広告をさ貼るなって言ってるらしいよね、職人さんに。金儲けすんなって、投げ銭もやらないって言ってるけど、
周りの稼いでやってる人からするとあれ邪道なやり方だよな、本当。だからなんだろう、無課金でそのいくらでもなんつうんだろう、やってっていう、その敵対構造を作るのうまかったよな、七原くんはな。だからそれで自分が配信で稼げないっていうのは足引っ張ってる行為だから。だって俺七原くんなんか1000万ぐらい稼ぐと思うよ、1ヶ月で。七原くんは七原くんで武器でもあるけど、そこは短所だよな、もったいないよ。配信者には1円も入ってこないのかな。俺はもうニコ生には一切期待してないな。絶対あの4ヶ月後とかにわーわー騒ぐっていうのが目に見えてるから。まあ 20% とかじゃないの。だったら普通に投げ銭やりゃいいのにね。なんであんな堅くなに投げ銭やんないんだろうね、ニコ生。考え方古いよな。ベンチャーでね、先駆けたことをやりまくってた会社なのに、もったいないよね。ぶっちゃけさ、角川からしたら1億円なんかどうでもいい金なんだよ、正直。10億とか100億とか儲かる話じゃないと、やる気ないんだろうね。投げ銭は夏からなんだ。立ち見 S まで出たってことは AB、 立ち見アリーナ ABCDEFGHIJKLMNOPQRS だから20だから 20×5 だから1万人のアクティブでしょ。それで1円も稼いでないっていうのは結構恥ずかしいことだと思うよ。だからもう立ち見 S まで出たのがすごいっていう風に考えてるのがもうダメなんだよ。要はさ、金にならない客をさ1万人集めてるのと一緒だから、そう思わない？金にならないやつを1万人集めたところで社会的に誰も評価しないよ。なあのその1万人がすげえすげえって言ってるだけじゃん。だからもったいないっつうの。立ち見っていうのはね、あのニコ生って1枠に500人しか見れないの。だから500人以上になると別の立ち見 A っていう ABCD それぞれの中でしかコメントできないの。もったいないよな。うん、まあまあいいんじゃないかな。だったら閲覧が500人で100万稼いでるやつの方がよっぽどすごいじゃん。そうそう、別なの。500人の中でしかその掲示板っていうかコメント欄が見えないの、共有できないの。だ立ち見 S ってことは、俺らで言うとこ閲覧1万人になってんの。要はほら文字がバーって流れるから、500人とか500人だったらまあ文字大丈夫なんだけど、1万人が文字書いちゃうともうずっと真っ白になっちゃうわけじゃん。だから分けてるの。友達からお金取りたくない。いやだからよ、だからダメなんだよ。要は友達だと思ってるわけでしょ。うん、それで稼ぎがゼロなの。本人が拒んでるの。だからもともとアマチュアでやってるんだよ、本人が。プロとしてやってないんだよ。もったいないよね。時代と逆行してるの。あ、まあまあまあ趣味でやるのが一番楽しいんだろうね、本人が。趣味でやりたいんだと思うよ。
広告はクリショーの原資に還元されるだけ、クリショーを使ってる配信者に分配する。あ、知ってるよ、俺。立花さん。知ってる、知ってる。YouTuber も相当有名にならないと稼げない。あ、まあまあ、そうだね。いや、どの世界でもそうでしょ。例えばさ、野球人口って言った時に、少年野球、草野球、学校の部活動の野球、野球のファン、プロ野球、メジャーリーグってとんでもない人口があるわけだけど、じゃあお金稼げてるプロってどれくらいいるのって言ったらさ、プロ野球選手だけじゃん。だピラミッドにいる頂点1%とか0.5%が普通じゃん。で、要は今の七原くんって、なんか社会人とか大学野球でとんでもないスコア出してて、プロよりもすげえんじゃねえかって言われてるけど、1円も稼いでないわけだから、結局俺らからすると、あ、もったいないよね、みたいな。プロ行かないって言ってんのと一緒だから。っていうような、感覚に見えちゃう、俺は。だから、とんでもない、もう、プロに行ったら一浪を超えるみたいな人が、プロは嫌だ。俺は社会で働くんだ。みたいなのに聞こえるっていうのが俺の考えね。何、わかってるよ。わかってる、わかってる。だけど、コンテンツになってるけど、結局、彼自身は、結局それをやり続けないとダメだし、お金一切入らないっていうコンテンツに頼ってるっていう言い方よ。俺の言い方は。あれが面白いの分かってるの。その苦しんでる、もがき苦しんでる。要は俺らと一緒だって共感を得てるけど、結局、そのお金持ってないリスナーから支持をされてる。で、クズであってほしいと思ってるリスナーがあんだけいるっていうだけの話で、結局彼の生活は10年後変わらないし、結局彼がじゃあいい思いするのかって言ったらしないじゃん。だから放送が楽しいっていうだけで完結するっていうだけになっちゃってるっていう。いや、だからコンプレックス持ってるっつうか、配信はこうあるべきだって思ってる。要は貧乏なのを見せろよ。俺らと同じだよなっていう、その共感のスタイルなのね、彼は。共感を誇張するスタイルだから。だから、分かってるんだよ。投げ銭が始まったらもう閲覧下がる、人気がなくなるっていうのは。まあ、ぶっちぎりで稼ぐとは思うけど、閲覧は1万人超えないと思ってる。だから、むしろ手放すことになると思ってるね、閲覧っていうのが。だから難しいんだよ、これは。だから、俺らは脅威に感じない。要は同業とみなしてないの。誰もヨッサンとか金梅さんがライバル視しないのはそこなの。みどりさんとか。みどりさんは若干その気あるか。みどりさんは若干ライバル視してるだろうな。ちょっと半かじりの状態だからな、みどりさんは。まあ、みどりさんぐらいじゃないの。まあまあ、圧倒的に稼ぐだろうね。過疎でまったりやりたいっていうには才能がありすぎるな。過疎でまったりやりたくて、あの才能は無理よ。あれはもうとんでもなくカリスマ性あるんだから。加藤潤強いね。F1 の車道で公道、あ、F1 の車両で公道を走ってるっていう。ああ。いい例えだね。まあでも、まあまあいいんじゃない。みんながみんなね、大手になりたいとかお金稼ぐだけが目的じゃないから、いろんな楽しみ方あるからね。
アマチュアでやるには惜しすぎるよな。アイテムありがとう。まあそうだね、配信の唯一面白いところは素人だけれども、やっぱぶっ飛んだやつが現れるから。ファンをどれだけ捕まえられるのかっていうのが勝負だからね、俺らの。あ、いや、俺、全くそれ正しいと思う。暗黒への当てつけだよ。全く正しい。本当はみどりさんにああなってて欲しかったっていうのの、間違いないよ。全く正しい。だから暗黒が取られたんだよ。正しいよ。だからみどりさんこうであってよっていう願いの具現化であるんだよ。もう完全にひっくり返っちゃったけどね。もう七原信者になってるから。初期の頃はそうでしょう。風船ガムありがとう。ハートありがとう、ゆうさん。ハートありがとう。だけどもうそれすらもうだんだんネタにならないぐらい本当に力ついちゃったから本当に聞いちゃってるんだよ。最初は悔しいっていうので笑いが取れてたのが、あれこっちの方が面白くないっつって配信者の腕としても抜かれちゃった状態だから今。だからみどりさんからすると本当に嫌な、もう本当に嫌な感じでしょ。いや自分が目指してたモデルだからあれは。七原からになっちゃった。要は上位互換に入れ替わっちゃったんだよ。徹底したから。ありがとう、ルシー。パフェありがとう。あれは悔しいと思うよ。みどりさんからすると。だけど、みどりさんには堂々と、もう、こじきやってもらいたいけどね。もう古いんだよ。いつまでそんなこと言ってんだよっていう。こんだけ時代が変わって、ねえ。みどりさんが稼いでないから俺らが稼げないんだっていうことをみどりさんはもっと分かんないと。暗黒生放送っていう、横山みどりさんの放送のこと暗黒生放送っていうの。暗黒とみどりっていう、横山みどりっていうのはイコールだね。あ、みどりさん弾丸塾キャプってくれてたよ。見ようか、一緒に。ちょっと待ってね。みどりさんがね、やってたよ。暗黒でね、みどりさんが、なんかキャプってやるとか珍しいから、俺としては意外だったんだよね。一応ツイッターにも書いたんだけど。ちょっと待って。バーガープレゼントありがとう。今、暗黒の放送見よう。わかりやすく。あれ？どこ行った？ URL なかったっけ？URL。 あれ？ないな。どこだ？これかな。ちょっと待って。あった。これだ。これがその暗黒生放送ってやつなんだけど、ティングしに行ってくるけど、この辺かな。ほら、ユカチにこのまま復活。おめでとうございます。横溝さん150万嫉妬してる名前じゃ知らないもん。絡んだことあるんだろ、わかるけど、そのシンジ君っていう人がどんな人かも知らないし、どんな放送やってるかも知らんよ。いいじゃん。あ、弾丸塾流れてるね。話すことなくてもいいんだよ。弾丸塾流それが俺なんだよ。変な話を余計に引き伸ばしてやるよりも、やるだけでいいですよ。これがみどりさんっていう人。暗黒放送っていうところ。これ、ありがとうございます。立花隆の YouTube、
ライブ消えたのでかいでしょ、これ。月々80万か200万が吹っ飛んだぞ、あれで。どんだけ、誰がやったんだろうな、あんなもん。これ？と見ていい？コメントが面白いな。これさ、弾丸塾。しかし、毎日毎日寒くて困ったねー。もう季節あ、新しい年が始そうやね、キャプチャーをキャプチャーするって。重くは半袖ですよ。多重キャプチャー。暑こいですれ、冬でもね。今日だって26度ぐらいありますからね。まあ、でもありがとうございます。そうですね。弾丸塾、募集しまして、配信者という人たちに、ね、こう生放送だとか、いろいろと。すごいね。すごいんですよ。50人ぐらい来て、そこからまたいろいろ待った。今だから40何人まで来てて。すごい、40何人来てるうちの、はい、よく、だいたい半分あ、そうだよ。病院のうなちゃんまんの放送とか、金梅さんの放送とかもそうだけど、大手になる人っていうのは、本人が面白いんじゃなくて、コメント欄、面白い人を見つけるか勝負だから。優秀なコメント欄をコメント書く人を見つけたら大手になれる。全然わかんない。ってことで、今日は詳しい配信者、自分で配信もやってるし、配信者にも、うん、詳しい。コメントはもう配信界トップレベルで面白いでしょ。バトさん、ありがとうございます。なんでバトいるよ。ワドってあのさ、ほう、ロハコさんとキスした人。うるせえわ、まだ言うのそれ。俺違うの、もういいから。それ、え、なんで和道がいるの、ここに。いるよ、スタッフだもん。あ、言いますか。ありがとうございます。そうなの、知らんの。まあ、大体今日40何人いるんで、はい、事前に半分ぐらいに絞って、うん、でなおかつ絶対言ってくれる。まあ、でもそのまあ、何でも来てくれてる人は応募してくれる。テクサ案件だからっつって。女性だよ。ちょっとふっくらした女性なんですよ。43歳。あら、大人。テクサの企画なんだ。テクサ、テクサとか。なんとなく見えてきた。何が見えたの？ちょっと待って。なるほどねって、何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 、なんとなく見えた。これ嫉妬してる流れだから。俺のやつ何分から出てくるの？ないの？俺のやつはないの？これ嫉妬の流れだよ。11分35から、じゃあそこだけ見るわ。11分35から。広告いい感じに挟んでるな。解放知ってる人いるんだ。すごいね。ものすごい人気配信者ね。すごいらしい。ここにこの生放送多分。歯が浮いて、ロバってんじゃねえかよ。これはだって大きいじゃん。あ、ロバってる。これ本気のロバリだわ。これロバってるわ。腹立つわ、この顔。時間をかけて。ちょっと待って、超、これね、超喜んでる顔だから。みどりさん、かわいいな。かわいいね。いや、めちゃめちゃ嬉しそうで、オープニングから。ロバってるの。もう嬉しくて、感情を抑えるのに必死なの。エース級って呼ばれたからね、嬉しいんだよ、これ。絶対そうだよ。ものすごい人気配信者ね。ほら、ものすごい人気配信者とか、もう分かりやすいんだよ、この人。これはだって大きいじゃん。エースとして働いてる。これはもうエース候補ですよね。褒められるの慣れてない。はい、弾丸塾、時間をかけて体力を使う企画は得意です。パワーのところで自分で今候補していて、選挙活動この顔だからね。行こうよ、みんなで公園。じわじわ来んだよ。だから一緒に車の上とか乗るの。そう。で、横山もやってるとき、うん、選挙の、めっちゃ喜んでる。ウグイス嬢です。ウグイス嬢、あれ、シートから触りまくってて。横山ノックですよ。あ、名前変えよう。
横山ノック緑。ノック緑。ノック緑ネーミングよ。さあ、これ人生の横山さん、はい、分岐点ですよ。立川市議会の議員になるか、もし受かったら、団体軸に来るか。お、ハニー大木さん、16番。ロバってんな。ね、名前変えるわけないじゃん。なんで俺が横山ノックっていうさ、あんなさ、ね、選挙活動中にあのウグイス嬢のさパンツの中に手入れてさ、生理中のいじったハゲと一緒にされなきゃいけないの。あいつのせいで横山っていう名前のイメージがものすごい急落してる。名誉毀損だからな、本当に。あいつのせいで横山イコール横山ノックって覚えられて、どんなイメージかって言ったらハゲで、一体感すごいよね。みんなノックノックって書くもんね。生理中の女性のパンティに手を入れていじったっていうイメージしかねえんだからさ。ノック横山みんな書くもんね。これ羨ましいよな、リスナーの一体感。俺が生理中にすげえよな、血がついてさ汚いのに、なんでそんなことができるんだろうな。不思議ですよ。俺はできない、無理無理、生理中は絶対無理、血が出るし、俺はやんないよ。コメントは一体感すごいよね、ここね。まあこんな感じか。何度か解明するの、弾丸塾のために。じゃあ弾丸塾かね、選挙活動って俺今こっちの方に力入れてるんですよ。あ、そうだ、俺さリスナー聞いたらなんか、なるほど、話題が変わった。なんだろうと思った。まあまあまあこんな感じで、はい、みどりさんが暗黒で弾丸塾宣伝してくれましたね、ありがとうございます。誰かコメント書いてくれたんだね、多分ね。弾丸塾応援来るぞってネタ投下してくれたんだね、ありがたいよ。だからロバってるみどりさん可愛いな、やっぱり。だから本来の暗黒生放送ってリスナーがロバらせるかどうかっていうのがコンセプトだったんだよね。コラボじゃない、コラボじゃない。夏さんいらっしゃい。うん、横山みどりには立花。立花さん俺アンチだと思ってるからね。政治の自分の党の売名のためにみどりさんを利用した、ただのあれ売名活動にしか見えなくて、ほんととことん利用されてて面白いんだよな。マリルボーン相手もありがとう、こんにちは。まあでも今はもうふわっちもニコ生も両方見るんでしょ、多分リスナーは。ふわっち見ねえなんて聞かないもんね。だからこんなもんだよ、1年2年経ったら定着するんだよ。あ、ぴょこたん、ぴょこたん俺大ファンなんだよね、ぴょこたん先生。俺黄色大好きだから、黄色面白いんだよ。なんだろうね、意外とね黄色ってね雑談生主カテゴリーに入らないんだけど、ぴょこたん先生面白いんだよな。ぴょこたん先生知ってる？みんな。ぴょこたん超面白いんだよ、黄色。ぴょこたんといつかね絡みたいよね。ぴょこたん先生の動画でも見る。ぴょこたん先生知ってる？みんな。これがぴょこたんっていう俺の大好きなニコ生系の人なんだけど。こんにちは、僕はですねぴょこたんっていう名前でですね、こういった漫画を描いてるもので、これ黄色って呼ばれてるんだけど、僕は任天堂信者。これ面白いよ、ぴょこたん。さて今日はですね、まあ一部の人だけにねすごく需要のあるね、この社会の闇、東京の闇をリアルをお伝えするっていうですね企画なんですけど、今日はねあの寒いから一応下にこういうね赤も着てますけど、うん、2年前にね本当に水とシロップだけでガチ寸前になっていて、ツイッター上で今日も何も食べてないみたいなのをずっと書いてて、ベルトの穴がまた1個減りましたみたいな、そういう SOS を感じてね、助けに行ったねツッチーという人がいるんですけど、今日はですねツッチーのねお宅にですね1年以上ぶりにねまたね一応生存確認、まあでもツイートしてたから生きてることは確かなんですけど、まあどうなってるのか最近どうかなと思って、まあ、見に行こうかなと。それがここでこの
恵比寿ガーデンプレイスというですね、すごく立派なね、東京を代表するね、おしゃれな街恵比寿。ああ、ピョコタンツイート適切だよね。こういう大きなビルのね、麓にね、こんなね、死ぬ寸前の人がいるなんてね、みんな隠したいんだよ。こちらね。すげえ家だな。通路狭。何これ。こんな狭い通路ある？10人ぐらい住めるから。すげえな。まあ、ここがとりあえず静かに。ここね。10人住めんの。ぴょこたんの放送大好きなんだよね。キャラクターがね、なんか憎たらしいんだけど。どうも。かわいいんだよね。ご無沙汰してまーす。あ。懐かしい。懐かしいですね、ここ。ちょっとじゃあお邪魔してもいいですか。すげえごちゃごちゃだ。でもまあ玄関チェックから3足も靴持ってんの。安い時に買いました。あ、安い時に。いくらで買ったんですか。1足1000円。1000円か。じゃあお邪魔します。あれ太っとるかなって言われてるよ。太ってます。うん、やっぱりちょっとこういうドキュメンタリータッチ面白いよな。こもった匂い。あ、まだ開けます。顔がでかくなったって。では失礼します。まあ、ピョコタン先生の放送だね、うん、顔色いいって。 あとねこれゴミ屋敷貼ってるんですが、まだ2010年12月5日のガジェットって、これ前から貼ってましたっけ。貼りっぱなしです。貼りっぱなし。かつてはね、あのガジェット通信でね、ひろゆきさんの下で働いてたんですよ、この人が。ぴょこたん面白いよ ね。もう今となっては、かつての楽しい思い出ですか、あれは、あの頃の。思い出ですね。なんか、今はアイドルのなんかやってるらしいです、ね。え、アイドルのなんかやってんですか。なんかやってる。尺が長いな。チェックしてんですか。こうやって、なんかホームレスの家に行くとか、そういう企画とかやってんだよね。漫画家さんなんだけど、面白いよ。すげえぴょこたん おすすめだよね。すげえ面白い。じわじわ来るよね。なんかこうガツンと笑いが来るタイプじゃなくて、こうじわ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 来るの。面白いよね、ぴょこたんね。えみさんとぴょこたんの漫画家トークみたいなのがすげえ面白かった。だからお前ダメなんだよっつって、エミさんがピョコタンにクソ説教するっていうのが面白かった。だからお前いつまで経ってもうだつ上がんねえんだよみたいなこと言って、エミさん上からめちゃめちゃマウンティング仕掛けてた。エミさんの方が漫画売れてるからね。なんか結構業界のオフレコトークとかやってたよ。ギャラの契約いくらみたいな。ひろちおさんありがとう。アイテムありがとう。エミさんはね、俺はね、配信もうやめるべきだと思ってるね。うん、この前ふわっち復活して2、3回やってたんだけど、いやね、ブランドが壊れるよね。あの小銭稼ぎ。まあさすがだなと思ったんだよね。なんか本当は印税入ってなくて私は借金背負ってるっていうさ、堂々たる小じきキャラでいきなりデビューしたのは、あ、まだ感覚失ってないんだなと思ったけど、ニコ玉のノリなんだよ、それって。でもう名前忘れられてるから、ふわっちでは全然知られてないから、なんか、へえ、そうなんだ、大変ですね、みたいになってて、なんかネタをね、潰された感じがあったね。ふわっちがピュアミンだからネタに乗っかってこなくて、あの、なんか普通にトーク番組になっちゃって、イミさんとしては渾身のネタぶっ込んだつもりだったんだろうけど、噛み合ってなかったね。うん。俺はイミさんは、もう漫画家でいいんじゃねえかなと思ってるけどね。なんだっけ、弁護士か税理士に騙されたっていうネタぶっ込んだんだけど、誰も拾わなかったよ。へえ、大変ですね、みたいな。
あのキャラクターは難しいよな。あ、龍神さん破産してるんだ。大変だね。噛み合うか噛み合わないかだよね、本当にね。なんかニコ生のリスナーってもう育てきってるからさ、ノリとかがもう逆に固定化されてるけど、ふわっちは本当にまだ放送の、なんだろう、ネタか本当なのかっていうのが分かってないピュアピュアの民族だから、なんか難しいよね。逆に、なんだろう、ふわっちで洗脳じゃないけど、そのリスナー育てることはまだ可能だと思ってるんだけど、難しいよ。やりづらいよな。あー、そうだろうね。気違いっていうのは分かってないんだろうね。お疲れ、肝臓ソールドアウト。お疲れ。綺麗ですねってね。エミさんからしたらマジかよこいつらって感じだろうね。マジで言ってんのかこいつらみたいな、まあ、エミさんはニコ生がいいんじゃないの。あの投げ銭始まったら夏に。ゆりゆりさん、ありってもありがとう。わだつハマってないよふわっちに。多分もう独自のファン抱えてるから、こんなエミさん見たくないってなっちゃうと思う。元気ない？そう、疲れてんだよもう。最近バタバタでさ。元気は元気だよ、元気だよ。T シャツね、デザインできたよ。まだ完成はしてないんだけど、もう入稿は終わって、あのラフのデザインはできたね。さっき運営さんっていうか、あのメール来たよ、見てみる。何枚ぐらい売れるのかな。買う人いる？何枚ぐらい売れるのか不安だよね。
骨大きい方が完成図なんだけど、こっち側が、あ、ちょっと待って、こっち、これ、これが表面で、これが裏面、こんな感じになると思う。これね、まあいいんじゃん。うん、うん、アンケは取ってないね。アンケートは取ってない。一応今回30枚するから、6800円のやつを5000円で売る、6800円定価は。で30枚限定、あの還元セールで5000円で売ることにした。無理、あのコストかけすぎた。ナツさんどこにいたかな、ナツさんどこにいたかな、ちょっと待って消しちゃった、ナツさんは、ナツさんは夏さんどこだ。ここだ、ここ、ここここ、ここです。ここ。A の上だね、ナツさん。うん。俺の鼻の横にいたね。T シャツね、買ってね、エルビン。うん。買って買って。はい、渡辺さん、こんにちは。ネット販売するときに買ってよ。アイテムありがとう。あ、無理、全然いけるよ。あのね、捨て頃で先行販売して現場で売って、で捨て頃が終わった後に俺に LINE か DM 送ってくれたら郵送販売だよ。大丈夫だよ、その後販売する。まあ捨て頃でね10枚くらい売れると思うから、20枚余ると思うから。え、ロハコさん入院してんの？え、
なんで？え、ロアコさん？え、なんでなんで？え、え、何があったの？え、え、どういうこと？どういうこと？え、ロアコさん、入院？え？緊急搬送？マジで？え、いつの話？それ。え？マジか。え？出ねえよな。え、それいつの話？え、マジかよ。4日。ああ、現在病院に緊急搬送され、連絡など一切できない状態。心臓はこの前手術したばっかりで、実際に出会った時から心臓はもう弱いのね。で、もういつ死ぬか分かんないっていうところから出会ってるの、俺とロハゴさんは。で、この前入院したのはバイパス手術で、マジか。大丈夫なのかな。今日ロハ校庭まで訪問してくださったリスナーさんからの情報で分かったのですが、一切の連絡不通、行方不明だったロハ校さんは現在都内の病院に緊急搬送され、連絡など一切できない。いや、ロハ校さん、よっさん、金梅さんはいつ死んでもおかしくないよ。全員知り合いだから分かるけど、よっさんなんか初めて会った時本当に死ぬ顔してたもん。思想が出てたもん。あ、もう長くないと思って。で、実際ほんと生死の境、次の入院でさまよって。最近はね、だいぶふっくらしてるから思想出てないんだけど、本当に半年以内に死ぬなって思ったもん、この人。で、金梅さんも一時期ブックブックに人ってさ、太って痩せる時あったでしょ。痩せるって言ってた時、あの時もちょっと思想が出てた。あー、危ないよな、本当にな。いつ行ってもおかしくないよ。病院あるよ、かかりつけの。情報仕入れてって言ってもな、どこの病院かわかんねえもん。どこにいんだ？
野田さん、いや俺が野田総理の連絡先知らないな。そうだよな、意識不明で一人暮らしなんだよな。そうだよな、一人で生活しててパタって言ったら救急車呼べねえもんな。ねえ、そうだよね。ねえ、彼氏いたらいいんだけどね。大変だよな。パン食べよう。はい、ワドツ。まあまあ、もちろんもちろん心臓はだけどぽっくりいくぞ。心臓と脳みそは、あ、無理でしょう。あのセコンド退院したてで、いや余計なことしない。連絡待つよ。甘い、スイートブール。鮫島さんね、どうなんだろうね。LINE 既読つかないんだけど。俺セコンドなし。マジか。アメリマさんも既読つかないんだよ。いや既読つかないんだけど。いや俺の集合時間とか捨て頃のやつ既読つかない、大丈夫かな。もう何日経ってる。
4日ぐらい経ってるよ、既読つかないの。ブロックされてんだよ俺。ね、もう5日前のツイ、あの5日前の LINE が既読ついてない。やりたくないんだったら別の人を探さないと。なあ、子供じゃないんだ、じゃないんだからやりたくないんじゃないとかそういう問題じゃないでしょやりたくないならやりたくないでいいけど。ポンちゃんサダ、オカリナさんいなくなったオカリナロス問題があるから。いや、オカリナさんと別れてないと思うよ俺。いや、俺は戻ってると思うよ。うん。思わせぶりのツイートしてた。いや、鮫島さんもほら先輩だしさ、まあ鮫島さんが来るっつったら来るから大丈夫だよ。俺は信じて待つよ。不思議な喧嘩だったよな。オカリナさんがさ養ってて働かないでって言って養ってもらってる紐の方が働きたいって言ってる喧嘩だよ俺そんな喧嘩見たことねえよっていう。どういうこと？普通の喧嘩じゃないんだよ冷静に聞くと紐の方が働きたいって言ってね、養ってる方が働かないでっていう喧嘩俺すげえと思うよ。なんでそこ誰も突っ込まないんだろう。すげえ高度なテクニック使ってんだけどな。紐に向いてない。
オカリナの気持ちが分からなくはないってどういうこと？独占したいってこと？どういうこと？なんかおかしいどころか根本的な喧嘩の原因おかしいでしょ。それが最高にシュールなんだよね。いや配信で堂々と稼ぎゃいいんだよ。あの人生粋の配信者なんだから。な、配信者のオリンピックあったら日本代表に選ばれるよ。トップクラスだよ。なんか生クリームが入っててスイートブールってやつ、あ、ここがうまいやつね。セブンイレブンのパンでブールパンって書いてある。ホイップクリームが入ったブールパン。養ってたんだルルさんは。うらやましいな。鮫島さんずっと前から働きたいって言ってるからね。もうずっと俺に辞める辞めるって言ってるもんね。今日はね、普段お米とかパンあんまり食わなくなったんだけど、今日パンでいいやと思って。昨日のりこがおむそば作ってくれたけどうまかったな。手作りがいいわ。なんかうまくない。栄養がないもんこんなの。うん、太麺の焼きそばにキャベツとピーマンと豚肉と玉ねぎ炒めてくれて、で焼きそばの上にオムレツっていうか卵乗せるやつをオムそばって言うんだけど、美味しかったよ。のりこ飯。手作りが一番だよね。なんかさ、一人暮らしをさ5年以上やるとさ、もうほんとコンビニ弁当とかばっかりで手作り羨ましいってなるもんね。どんなにうまい店とかよりも家庭料理には勝てない。もん飯がうまいんだよ。
定義、カラコピー機に万札入れたらボタン一つで100万円になりました。あなたも最速で億万長者になります。詳しい内容を知りたい方は私に DM 送ってください。それさ、本当に逮捕されるよ。あなた。犯罪を広めるんじゃないよ。結構重たいからね。何お前ら DM を知ってってこれ本当に犯罪なんて言うんだっけ、これ犯罪を広めることなんて言うんだっけ、うん、おむそば、俺がおむそばよく作るんだよ、うん、笑うよね。よっさんで懲りてない。コピー機に万札挟んでお前コピーボタン押すだけだ。実際はね、市販の家庭にあるコピー機もお金をスキャンした時点でエラーが出るようになってる。要はこれお金ですけどっていうのと警察に連絡が行くようになってるのね。警察じゃなくて、コピー機で万札やったら、業者に行くのかな？東芝とかに行くのかな？そう、各メーカーに行って、各メーカーが通報するっていうスキームか。そうそうそう。自動通報の流れだね。で結構重罪だよ。殺人よりも重いからね。国家反逆罪と要は通貨発行、まあ重いよ。アウトだよ。だってもう印刷した時点でアウトだもん。で印刷した時点でアウト。懲役どれくらいだろうね。まあ5年ぐらいは硬いんだよ、うん、要は人の命よりも国家の方が重たいから。一発実験だろうね。予算が出れたの奇跡だよあれ。だって、かたくなに突っ張ったって言ったもん。黙秘権発動で。ズッカ発行は殺人より重い。なんでかっていうと、ほら、国の根幹だから、罪、重たさ、ランキング。罪ランキングにしようか。罪、ランキング。出てこないな。国家反逆の次の下だったと思ったけど、放火も重いね。懲役3年以上または20年以下だって。こんにちは。
未遂でも処罰されるって。カキピー買ってる。18袋。外観、これなんだろう。見てみるね。外観有機材。あ、だからこれはもう宣戦布告だ。要は国家に対する方が重たいの、個人よりも。これ要はスパイ活動でしょ。外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発する犯罪行為。これ重いでしょ。だから宣戦布告なわけじゃん。ロシアとか北朝鮮と組んで日本を攻撃するってことでしょ。武力行使だから。うん。その後がね、国家反逆罪、通貨とかになるはずなんだよね。これ要は政府転覆狙ってるってことだもんね。ないわ、だつ。いや、さすがに震えるでしょ。それさすがに震えるでしょ。だから、コメントだからって言って何でも書いていいと思ってるのがアホなんだよ。そもそも。こんだけスマホが普及して、こんだけネットが普及して、ネットは何でも書いていいんだとか。いや、知ってる？あの漫画村のやつ。漫画村のさ、とかを読んでたやつの言い分はさ、いや宣伝になるんだよとか言ってたでしょ。いや無料でも広まるからって。今漫画家たちがツイートしまくってて、漫画村が閉鎖された瞬間売り上げ2倍になったっつってんのよ。買ってくれるようになったから。でそもそも無料で見ることは買うことではないから、うん、クリエイターに対してなめんなって話なの。無料で見て宣伝になるとか、ネットのやつらの言い分ないから。あくまで応援するっていうのは経済活動のみだから、買ってすらいないんだよ。ただの泥棒の論理なんだよ。そうだから漫画家たち喜んでるよ。只見のやついなくなって売り上げ倍になったっつって。うん。だから結局嘘だったの。漫画村の論理も、漫画村を信仰してるやつの論理も。これでエアコン修理できますって過疎漫画家が喜んでツイートしてるよ。食えねえんだから。本人が自分でサイトでやってるんならあれだよ、あのブラックジャックによろしくみたいにさ、タダで使っていいよって言ってんのは別だけど、漫画村はね、ビットコインのマイニングとかをパソコン裏でプログラム走らせて使ったりとか、広告とか裏広告とかいっぱい使ってたから、結構儲かったでしょ。月うん百万入ってたでしょ。
多分数年間で数億円稼いでると思うよ。だからね、もうただがいいとかただのコンテンツが素晴らしいと思ってネット民だけなんだよ。そんなみんな一生懸命時間かけて作ってるわけなんだから、うん、花火ありがとう、クール花火ありがとう。いや、クリエイターがさ、命削って時間作って作ってるものをただでばらまいていいはずがないじゃん、うん、でしょ。どう考えてもそうでしょ。いや、だから広告出す方もどの広告業者に考えるとか、要は人を見る目がないとダメだよ。要はね、売れるんだったら何でもいいっていう経済活動はダメでしょ。売れれば何でもいい、金が入れば何でもいいでしょ。いや、だから AV は守らないと利権、音楽も漫画も。だからただで見れるから買わないわけなんだから。そんな大人の論理じゃないよ、そんなの。サービス受け取りたきゃ金払えっていうのは当たり前のことだから。ああそう、本人がタダでいいですよっていうタダのフィールドでやってんなら誰も文句言わないよ。プロの漫画家さんなんだよ。そんなの同時サイトでもやってろよって話だろ。だから七原くんと俺の違いだよ。ここは関係ないかもしんないけど、俺は繋がってる問題だと思うの。あ、フグ線ごめん、 T シャツに名前入れるの忘れた。フグ線ごめん、納品焦っててフグ線最後に入れるよっつったけどごめんね、名前入れてねえわ。うん、いや関連付けてないよ別に。バリバリ申し訳ねえ、マジ。さっきチェックしたらあのフグ線の名前ねえなと思って申し訳ねえ、うん、すまん、それはすまん。だって俺は別に自分で無料のサイトでやってるわけだから、別に無料で見たきゃ見ればってずっと言ってるわけだから、俺は別だよ。俺は無課金ユーザー大事にしてるよ。 T シャツの売り上げ1枚減った、買ってくれるよ、大丈夫だよマジックで俺が名前書いてやるよ、ホワイトペンで手書きでフグ線だけ、そっちの方が価値あんだろ。ホワイトマッキーかなんかで書いとけばいいんだ、フグ線って。うん優しいっつってうん、いやこれ大事でしょ、素敵な勘違い大事でしょ、うん、和道がどんなに悪いことをしても素敵って、和道さん優しいってフォローしてくれる、うん、ただ名前入れ忘れたミスなのに、うん、和道さん優しいなっつってキラコメでカバーするんで、うん、そしたら初見騙されるから、あ優しいんだこの人っつってあそうなんだっつって、え、でもそんなもんだと思わない？人の印象なんてそんなもんだよ。みんなが優しい優しいとかイケメンイケメンっつったらイケメンに見えるんだよ。そんなもんよ。ああ、書いてあげる。何回でも書いてあげる。フグ線って。そうそうそう。プレミアムバージョン。割り割り。印象ってそんなもんだよ。印象で商売やってるからさ、よくわかるもん。
だからあれだよ、配信者なんか潰そうと思ったら潰せるし、育てようと思ったらみんなにコントロールできるんだよ。みんなが決めるんだよ。俺の印象は周りに何て言われてるかの方が効くから、要は真ん中にいる人間の取り巻きの人間の顔色を見てんの、人間って。それがオーラの正体なのね。だから本人が真ん中にいて周りがいじめてたら、あ、こいつすごくないやつなんだってなって、周りにいる100人がわーわーって言ってたら、すごいすごいって言ったら、あ、あの人すごい人なんだってなるの。そんなもんよ。だからカリスマって言われるのは、その最初の100人にどういう風に接するのかっていうのを作れるやつだよ。その周りに常にいる100人にを大事にできるかどうかだと思ってるね。例えばさ、今さ、パパラッチの会社あるの知ってる？パパラッチの業者があるの知ってる？あれ、パパラッチの業者出てこねえな。要は街中歩くときにエキストラ何十人とカメラマンとかパシャパシャ撮ってくれるだけのサービス。要はこうやって歩くの俺が、そしたらキャーとか言ったりパシャパシャパシャって撮るだけのサービスがあるの、1時間数万円で笑うでしょ。だからイベントの時とかの桜よ、要はあるんだよ。すごいサービスだよね。それサービスじゃなくて俺はただの見栄だと思ってるけど、いや、それのね動画があるんだけど、なんて検索したらいいんだろう、出てこないんだよね。なんすごいクオリティ高かったよ。なんかっこいい、なんて検索したらいいか分かんなかったけど、出てこないんだけど、あるのあるの。要は空港とかでそういうことやってくれるとか、フラッシュモブ的なそう。でも別に何にもないんだよ、ただそれだけなんだよ。まあでもね、テレビの業界の人とか使うんじゃないかな。過疎とかじゃない、もう芸能人、もう本当にカメラマンが数十人ずっと歩くの、カシャカシャカシャ、レッドカーペット状態になるの。それで原宿歩く動画とか、そのデモを撮影してんだけど、やっぱワーワー言うのよ。何あの人みたいな、テレビみたいな、何のスーパースターみたいになるのよ。それが面白かった。それはなるでしょ知らない人がパシャパシャ撮られてんだもん。そうそうそう、羽生さんに、羽生さんになれる、うん、いい格好させやとか需要ありそうだね。デート中にやられる防寒役とか、ああまあ流行りそうだね。今だからね、デートするだけのレンタル彼女とか流行ってるし、別れさせやとかあるからね。別れさせるだけにハニートラップする会社とかあるから、まあまあ、だから経済効果期待できるかどうかは使う人次第でしょう。
まあ、10万20万払ってそれをやってうまく使えるのか、うん、使いどころだよね。うん、俺ねエミネムがね PV でやったあれうまいなと思ったんだけど、道路の高圧さ水上洗浄機ってあるじゃん、バーって水まくと汚れ取れるやつ、あれでエミネム何やったかっていうと、プレートにエミネムって書いて、エミネムって掘ってプレートに横断歩道とかにこうやってバンバンスタッフが置いていって、エミネムがブワーって高圧水蒸気かけていくの。で街中エミネムだらけにするっていうのがあるのよ。あれはねあのダメになっちゃったんだけど、法律で日本でも真似したやついたんだけど結局ダメになったんだよね。その後すぐ高圧水蒸気で消されるっていう、そう絵を描くの、汚れを利用して絵を描くっていう、だから俺らは街をきれいにしただけだっていう言い分なんだよ。頭いいよね、汚れてる街を水蒸気できれいにしただけなんで怒られるんだっつって反抗したんだけど、いやすごいアイデアだと思ったよ。エミネム掃除か、これかな、これがその絵かな。こうやって汚れを利用してバンバン街にこうやってすごいアイデアだよね。で街中エミネムだらけになるよく考えたよね。綺麗になってるだけなんだよ、わかる。でもさこれ日本人の真似したんだけど速攻ダメになったんだよね、汚してないんだよ。逆転の発想だよね。こういうなんつうのストリートのアートってさ、汚すからダメだって言われてるわけじゃん。俺これは表現としてすげえかっこいいと思ったよ。そう俺らは汚してねえよって、うん、だからカウンターカルチャーだよね。道路の妨げはしてる、うん、風船ガムありがとうアマンさん。これはすごい表現だなと思ったけど、わかんねえよな。なんかストリートに落書きしてたのなんだっけ、バなんとか、あいつもだって壁とかに書いた絵が今数百億とかでしょ、なんだっけニューヨークで活動したの、バなんとか。わかんねえよな。バンクシーだ、ありがとう。バンクシー。俺の T シャツも将来1億円ぐらいで売れないかね。和道 T シャツ。
宝くじとか1億円とか当たった人ね、なんか1億あったら何があるかな。なんか昔は金ほんと欲しかったけど、最近金に対する欲求全然なくなってきたよな。なんか1億円当たったらとか考えなくなったもんな。もう貧乏でさ、ガキの頃なんか宝くじ当たんねえかなみたいなことばっかり考えてたもんね。今全く考えなくなった。もうどうやったら楽しいかしか考えてないね。もう楽しいことだけやりたい。ねえ、すぐなくなるっていうか 97% はすぐなくなるらしいよ。3年以内にマイナスになるんだって。だから怖いよね。3億円以上当たってんのに3年でなくなるんだよ。一生食っていける金手にしても。そんなもんだよな。やっぱお金はね、優秀な人にしか回ってこないんだよ。お金は人を選ぶ。何がなくなる？ああ、いや、要は金銭感覚狂ってみんな使い込んじゃう。単純にそれだけ。3億円使ってマイナスになる。要はカードとかで買っちゃうんだろう。だからマイナスになるんだろう。そう。そりゃそうだろう。だってさ、みんなね、いくら持ってるか知らないけど、急に身の丈超える一生遊んで暮らせる金入ったら、やっぱ間違えた使い方するんでしょ。でまあ3億とかさ、あのファンドとかに預けたら月数十万は入ってくるから、それで生活もできるわけじゃん、一生涯。それができないんだろうね。まあアパート建てたりマンション経営とかもできるわけじゃん。まあ今マンション買うやつ頭おかしいと思うけど、アパートとか建てるのも頭おかしいやつだと思ってるけど、人口減っていってさ、こんな土地に価値なんかなくなってる時代だから、だお金って怖いよ本当に。職場の人1億当たって狂って1年で自己破産でしょ。だからあの世の中にいる本当に運用がうまい 0.3%、何パーセント、 3% か、勝ち組って本当にぶっ飛んで投資うまい人って 3% しかいないって言われてんので、 97% はみんな負けるの。 FX とかも全部同じ比率になるのね。宝くじでも変わらない。だからもともとお金を持つ資格がない人は持っても不幸になるだけなんだ。気づいたら金なくなってんだろうね。だから2ちゃんで1億円当たったことあるけどどうなるか知りたいっていうスレッド見てみたら、やっぱもう3000万しか残ってないって言ってたもん。で何買ったのって言ったら、家買って毎日なんか買いたいもん買ってみたいな。特に贅沢してるつもりはないんだけど、仕事もすぐ辞めちゃってみたいな。3年でもう3000万しか残ってなくてどうしようって、まだ間に合うって言ってて、いや間に合わねえわっつってみんなで笑ってた。アルイスありがとう。メガネバージョンになったんだ、ハートありがとうね。だから身の丈を超えるお金はダメだよね。本来一番必要な能力ってお金を稼ぐ能力だと思うの。例えばお金を稼ぐファンがいる、作品を作れる、ファンを作れる、ファンを作れるほどの作品を作れるとか、そういう力っていうのを手に入れないとお金には何の効果もないよね。当選した本もらえるっていうのは、だから自己破産気をつけてくださいしか書いてないよ。お金は正しく使いましょうっていう、だからもうそうなるの分かってるのよ、銀行側も国側も。
だから渡すの、自殺しないでくださいねって。ちゃんよりありがとう、アイテムありがとう、お疲れ、ちょめちょめ。だからあのひろゆきが寄付をしない理由が、俺結構あこの人頭いいなと思ったんだけど、絶対に寄付なんかしないって言ったの。お金持ってるけど。でなんでっつったら、乞食にお金与えると乞食の仕方が上手くなるだけだから。つまり乞食を肯定するわけですよ。わかる？そうじゃなくて、作品に対して買ってあげる、活動に対して買ってあげるっていうのは正しいことで、この活動、この表現は俺好きだからって言ってお金を渡すと、その作風をもっと頑張ろう、もっとこの表現頑張ろうって言って、その活動自体を頑張ることを応援することになるの。でも乞食って何もしてない人にお金を渡してしまうと、それ自体を肯定してるから、じゃあ今度子供を腕切ろうとか、乞食として稼げるように、どん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 悲惨になると。だから乞食にお金与えるぐらいだったら、人の能力、あの能力とか作品に対してお金払うのが絶対いいって言ってたね。うん、そう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 。だから俺はそのなんつうんだろう、表現に対して、さっきの漫画村の例えなんだけど、表現とかその作風とかそのコンテンツにお金払うっていうのはありだと思ってるっていうのが俺の考え方。佐野はお前乞食じゃねえよお前。ひろゆきっていうのは西村ひろゆきね、うん、西村ひろゆき、花火は別でしょ、うん、なんで花火イコール乞食なの。俺が言ったのは本当の乞食であって、俺らパフォーマーで、お前さどんだけ喋ってると思ってんだよ俺が。さすがによ勘弁してくれよ。これで乞食だわねえだろ、うん、こんなに喋る乞食見たことねえよ俺。いやだからそういうことでしょ、脱いでおっぱい見せて花火あげると、おっぱい見せることしか覚えられなくなるから、結局いいおっぱいにしか花火がいかなくなるだけだよ。だから規制しないとダメでしょ、そんな。芸を磨くやつ、芸を磨いて喋りを磨いて仕事してるやつが花火もらえなくて、おっぱいちょっと見せたら花火もらえるって、人間なんか楽しよう楽しようっていうずるい生き物なんだから。俺はそういう考え大っ嫌いだけどね。俺は芸磨いてきたよ、牙研いできたよ。だから収入がガクって減らないんだよ俺は。そうそう、2チャンネルの解説者、バブルはないけどガクって減らないでしょ、ずっと支持してくれてるでしょうちのリスナーさんって。そうそう、脱ぐ以上のパフォーマンスを見せるのが普通なのに、おっぱい出しちゃうんだよ。やっぱり色気を売りにしちゃうんだよ、猫なで声で、うん、だからやむんだよ、うん、やりたくないことやってるからでしょ。もう分かりやすいんだよ、こんなの私じゃないって、なんで私こんなことやってんだろう。風俗嬢と一緒でしょ、やむでしょ、うん、こんなの本当の私じゃないっつって、好きなこと表現だけやってりゃいいんだよ、男女色気関係なく。桃七を見ろよ色気なんかみじんもねえだろ。すげえ面白いよ、桃七を見習え。脱ぐパフォーマンスしてた。ああ、だからもう脱ぎたくないんだよ本当は、脱ぐしかないんだよカツラを。桃七はもう見習ってほしいよ、何も持ってないのに輝いてる。潔いよ。いや桃七とかツバニャンとか、ツバニャンなんかあれ俺人間じゃなくて、あれメスゴリラの、綺麗なメスゴリラだと思ってるからね芸磨かないとダメだよ、どっちにしろダメ、芸を磨かないやつはダメ。
いや別にブランド着たっていいじゃん。俺らなんかさ、ユニクロとかさ、無印の T シャツしか着れなかったんだから。ちょっと小遣い稼がれるようになったんだから、ブランドぐらい着させてくれよ。今までのこと考えたら稼がないと割に合わねえよ。そろそろちょこっといい思いしてもいいだろ。こんなの10年も20年も続かねえんだから調子乗らせてくれよ。仮想通貨はね、俺はちょっと違うかなと思ってんの。仮想通貨は稼ぐ、まあまあ上げ相場だったから何とも言えないんだけど、まあそれでも投資の概念が半分入ってるから、だからいいんだよ。それは要は稼ぐ能力だから。じゃ宝くじは単純に運でしょ。ただの運だから。8000億円売り上げてんだっけ今。だいぶ9000何百億円から下がった下がったって言ってるけど、それでも日本人で年間8000億円使ってるからね。その8000億円にさ、8000億に使って半分さ、4000億税金でしょ要は。だから買った瞬間半分ドブにしてんだから、あれ。その4000億の使い方他になんかねえのかよって思うけどな。ああ、自演花火ってやつ、自演アイテムいいんじゃないの別に。俺自演なんてかっこ悪くてやったことないけどね。うわひどいな、俺45位かよ。どんだけ囲われてねえんだよ。すげえなこれも。45位だって。45位。もう知らないもんねこんなのね。見たことないもん。カードになりたかったよ俺。でもまあリスナーは俺のカードなんかいらないんでしょ多分。厳しいね。アイテムありがとうマキル。はい若津筋肉痛さんいらっしゃい。ランハゲには勝ってる。風船ありがとう。和道カードください。いやくださいじゃなくて花火ありがとうだったらチョコボール投げてよ花火カード欲しいんだったらチョコボール投げて。カードにはなりたいよね。だってふわっちでこんだけ貢献してて、こんだけ頑張ってて、なんでふわっちカードになれねえんだって思わない？おかしいだろう。どう考えても。いつかでっかいスポンサー捕まえてがっつり稼いでやるよ。いや佐野カードも欲しいでしょ。イケメンだと思ったら。イケメンだね。イケメンじゃないよ、おっさんだよ、おじさん。佐野カードはいるだろう。家宝だよ家宝。佐野カードはどう考えてもいるでしょ。カードくださいっつってね。ありがとう9個ありがとう。チョコボールありがとうございます。10位に入ったらまだワンチャンあるからね。45位から10位に入るかな。ランキング上げてみんな頼むよ。チョコボール投げまくって今から上げて。佐野カードは絶対欲しいよねよっさんカードとか佐野カードの方が欲しいもん。だってさ、こんなさ顔出ししてないやつのカードなんか欲しくねえだろ。これ誰だよって話じゃん。顔出ししてねえんだから、これが絵になるだけでしょ。剣とかも。まあ、TJ さんわかるし、橋本くんわかるけど。
ャレだこれでしょ。まあ、養分伊藤はいいとして、うん、この辺のカードいる？剣とか。お、41位に上がった。上がったよ。いやだから使い勝手いいでしょ。いつも財布の中に佐野がいる安心感よ。すげえいいでしょ。もう分かんない、アイラ的な感じなんじゃない、うん、なんかイケメンっていうかイケボっていうかかっこいいっていう、もう全然分かんない、ジャンルが違いすぎるもん。6時か。でも一旦落ち着いたな、 T シャツの納品もしたし、 T シャツやったでしょ。弾丸塾も一旦落ち着いて捨て頃か。あとはの発表明日ね、多分アップロードするんじゃないかな。別に今日アップロードしてもいいと思ってんだけど、多分明日の聞いてみようか。アップロード、アップロード何時ぐらいにやるんだろう。明日だね、明日、明日だね。うん、 T シャツできたよ。できたっつうか、あのデザインができただけ。まあこの前見せたやつ、まだあの今から工場で印刷してんな、ガーガーって。え、たまたまチケット持ってるの？持ってないの？教えてあげるよ。あ、二次審査わかんないごめん。今日だね。フワッチシップスは今日まで。二次審査。持ってないんだったら、スタッフさんの入り時間が、早めに来ていいと思うよ。全然。物販のスタッフさんとか、会場のスタッフさんとかの入り時間が何時だっけな。ちょっと待ってね。2時にスタッフ入りで、演者は15時半にスタッフ入りなの。だからもうみんな早く行って遊んでたね。コンビニとかでジュース買ったりして、配信者出待ち、入りを待ったりとか。うん。だからまあ3時、まあ2時に、2時とか3時とか。3時にいたら3時半入りだから、まあ俺は前乗りで2時のスタッフ入りで入って準備してようと思ってんだけど、まあ2時ぐらいから入ってればいいんじゃん。で、そしたら立ち見席行けると思うよ。手に入ると思うよ。誰もいなかったから前回。だから立ち見席で入れさせてくれっつって並んでればいいよ。そしたら買えるから。まあ詳しくは便所さんに聞いた方がいいと思うけど。
だね。ただまあリスナーさんもいっぱいいるし、みんなだべってるよ。誰リスナーさんなんですかとか、今日誰応援してんですかとか言って話してる、みんなで。だから和道物販席に行ったら、よゆこさんがいるから、よゆこさんと話してればいいよ。たまり場になってるだろうから、物販ブースで。みんな早めに行ってるよ。てか和道リスナーのりこのボディーガード頼むね。のんちゃんの面倒見てて。まあ、数が多分見てくれるだろう、のりこのこと。コミュ障だからさ、人が多いの苦手でパニックを起こすから、知ってるリスナーさんが隣にいてくれると安心するんだけど。ステゴロ立ち見で撮れると思うよ。当日何時間前かに並んでれば、立ち見席50席ぐらいあるんじゃないのかな。で前回誰も並んでなかったから、早めに行っときゃ多分行けると思うよ。あ、数任せるわ。源ちゃん来んのかどうか分かんない。源ちゃん来ないでしょ、音楽系だから。ステゴロ興味ないでしょ多分。でもまあ配信者ね、演者含めてプラス50人ぐらいは来るから、まあ生放送好きな人ならもうカメラ持ってツーショット撮りまくるのがいいと思うけど。当日行けば入れると思うよ、ルルさん。アイワドツ M さんいらっしゃい。ああ、それは無理だわ。それは無理だわ。一眼持ってって大丈夫だよ。会場内で撮らなきゃいいから、会場の外で撮れるから。だから持っていくには持ってっていいと思うよ。いや、会場内が禁止でしょ。外は OK だから、そうそうそう、外でいっぱい撮ってあげて、いいんだよ、中で撮らなきゃ。俺インテリじゃないよ。だったらオフ会一緒に行こうよ。ダムダム、どっか他の行くの決まってないんだったら、みんなで飯食いに行くから。数はまあ子供いるから帰るだろうけど、祖祖とあと誰だ、のんちゃん、よいこさん、まあ鮫島さんも多分一緒に行ってくれると思うけど、みんなで飯食いに行こう。ノンラブとかさ。あ、会場来るって誰が来るっつったっけな。飯食いに。まあ新宿で解散じゃないの。でもみーすけ来れば、オフ会だけでも仕事終わったら。別に新宿遠くないでしょそんなに。いいなじゃなくて、来ればいいじゃん、オフ会だけでも。
みんなで飯食おうよ。いやいや、おいでよ。だからオフ会だけでも来ていいよ。新宿に夜来れるんだったら。まだ未来は変えられるよ。初見はやだ初見さんと飲むのやだ宗次郎さんごめん、うん、やだ、うちわノリがいいからやだすげえアウェイな感じになるから。俺らコミュ障だから、うん、もう普段この辺と売ってる勢がいいな。うん、あ、いや、まあエルビンはほらコメント売ってるし全然いいんだけど、最低でも1ヶ月間ぐらいやり取りしてる人じゃないとどんな人か分かんないから。まあ会場でね、なんかいい感じの人だったらいいけど、なんかあ、この人良さそうだなと思ったらいいけど。手頃頑張りますよ。だんだんなツイッターでさ、こうカラ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 って見るじゃん、今日どんな流れかななんつった。ピタッと直樹兄さんの写真見ると止まるね。もうパソコンカラ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 ってやってて、ピタッと止まってメンチ切って10分ぐらい、こう来るね。直樹兄さんの写真の顔写真でこうピタッと止まって、こいつかみたいな、こいつかみたいな、お前かみたいな。いやー、なるよ。メラメラムラムラ。いや、わかんない、何やってんだろう、うん。直樹兄さんだね。うん。いや、これはね、あのね、勝てる勝てないとかあるじゃん。俺はもう彼のこと何も知らないから何とも言えないけど、どうなんだろうね。いや、もうね、要は戦うっていうプレッシャーだよ。戦うっていう、いろいろ考えるよ本当に。これは分かんねえよな。俺も分かんなかったもん、格闘技見てる側は分かんないよ。出る側しか分かんない恐怖があるんだよ。DM したの？直樹兄さんに。
いや俺がしたのか、俺しないよ、用事なんかないよ、うん、対戦相手にコンタクトなんか取るつもりねえよ俺。ダメだな、捨て頃の話すると心拍数上がるわ。ないかな、マジで。負けたらどうなるのか一番自分が分かってるからね。いや普通作るね、普通作る。いやもういよいよだよ、普通作るんですよ本当に。前日なんか寝れないよ。ありがとう本当に。心臓の音がうるさくて寝れないの。ありがとう、花火ありがとう。コテンパンにやるよ、やるよ、うん、いや違うんだよね、そのなんつうの、やっぱ去年のね、なんかかっこ悪かった自分が脳裏をよぎるんだよ、黒歴史が。いやそれを払拭したいのよ。絶対よぎるんだよ、その、うん、あの時ああすればよかったって、勝てたんじゃないかなとか、なんで手数が出ねえんだとか、いろんなのがねブワーってよぎってね、嫌な感情になるんだよね。いやもう勝ってきれいにしたいんだよね。ただ勝つだけじゃなくて、判定で泥試合で勝つんじゃなくて、もう殺される覚悟でガンガン前に行って、ガンガンその打たれても打たれても打ち返してっていう、あーなのかな。もうほんと自問自答してるよね、走ってる時、シャドウやってる時、サンドバッグたたってる時。それが不思議なんだけど、今だから正直に言うけど、前回ほら勝つ勝つって言ってたけど、正直負けると思ってたし、夢も全部うなされてたの、全部負ける絵だったので、勝つ絵が全く見えなかったんだけど、今回不思議なのはね、負けるっていう怖さはないの、全部夢でも勝ってるし、その映像とかも全部避けれて、その打ち返せてるしっていう、
だからね、前回とはちょっと違うなと思ってんだけど、だけどね、そのうまく盛り上がるかなとか、最高の試合になるかなとか、いろいろ考えてるね。だからもう直樹兄さんの写真がパッてタイムラインに映った瞬間に止まるんだよ。やっぱ他のこと考えてても、ダンカン塾の打ち合わせとかやってても、 T シャツ作っててもパッてね、全部持ってかれるんだよね。あ、ぶっ殺してやるこいつみたいな、こいつ絶対許さねえみたいな、殺すっていう。うん、コメント欄は多かったからね、前回ね、みんなにバーって書いてもらったからね、和道和道って。でその人たちもういなくなっちゃったからね、負けてから。だから勝って全部取り返すんだよ俺は。去年失ったものを全部倍返して取り返してやろうと思って、ありがとう花火、ありがとう。いやだいぶいなくなったよね、捨て頃以降ね。やっぱいや、それはね、離れてった人が悪くないと思ってて、期待してた分、やっぱなんつうんだろう、応援する人ってやっぱ勝つ人が好きなんだよ。俺もそうだもん、負ける人間応援できないよ。離れてくんだよ。やっぱ勝ったらみんなうまくいったでしょ、ドレさんもヒカルくんも。負けたらね、応援する気にならなくなるんだよ。これはもう絶対なんだよ、人間の心理で。勝負事ってそういうもんだから。もう新しい人もなんだろうね、そう、あれをきっかけにうまくいきたいし、もうだから一回捨て頃で死なないとな俺は。全部取り返してやる、全部ひっくり返してやる。全部ね。今回のテーマはだからね、殺される覚悟と殺す覚悟だよ。イコールだから、これ殺す覚悟と殺される覚悟。前回は戦う覚悟はあったんだけど、自分のことを守ろうとしてんの、戦いに行ってない。セコロバブルとかじゃないんだよね、もう心にしこり残したくない本当に。価値を知りたいじゃん。だから殺されてもいいから殺しに行くんだよ。それ両方とも必要なんだよ本当に。要は攻めるイコール相手を殺すイコール殺されるでもあるの、この世界って。だから腹くくれたもん勝負なんだよ。まあそのあれだよ、コメント欄的にアンチから言わせると殺されるわけねえだろって言うかもしんないけど、そういうのがあるんだよ。物理的に殺すってわけじゃなくてさ、その怪我もするし失うし、その自分が負けてる動画を見たくないし、もう何回も悪いけど、それは直樹兄さんに引き継ぐよ。苦しむのはお前の番だよ。
クモン流とテレなんかお互いキャラ被ってんだから全部持ってかれるよ。あれテレのファン、クモン流勝ったらクモン流全部持ってくし、クモン流負けたらテルが全部持ってくし、あれは面白いカードだよ。両方とも全部持ってくよ多分ファンを。風船がありがとう、アナネさん。和藤さんのハーハーが頭から離れない。まあ肺活量弱いからね、どっちにね、俺ね。2ラウンド目呼吸、呼吸はずっと荒いん。相手が化け物みたいに強かったら面白いよね、笑うよね。どれくらい強いんだろう、直樹兄さんって。やっぱでも写真見てる限りではタッパはでかそうなんだよね。ダメだ、ムラムラしてきたわ。終わるか。夜走ろう今日も。またロードワーク行こう。いや、ムラムラしてきた。
夜走ろう。暑くて外今走りたくない。じゃあ夜枠開くんで、またロードワーク協力してください。ロードワークとシャドウもやろうかな。どうしよう。3ラウンドではない、そこは間違いない。2分2ラウンドはもう確定だから。ありがとうね、ルルさん、たくさんコメント。もしよかったらフォローしてください。これからもよろしく。あとお腹の子供ね、今妊娠中だから大変だろうけど頑張って。あの、俺は男だから女性のその気持ちわかんないけど、ここは最近ね、出産ブームでね、あの女性リスナーさんがたくさんお母さんになってるんで。それじゃあ皆さんありがとうございました。夜会いましょう。